11月21日、北中米ワールドカップアジア2次予選の第2戦で、中国代表は韓国代表とホームで対戦。0対3と完敗を喫した。動画、中国メディアが激怒した PK 健常シーン内容面でも終始をされたこの一戦で、中国サイドが憤慨しているのが、8分にゴール前の混戦からジュチェンジエがファンヒチャンへのファウルで献上した PK の判定だ。 これを相手エースの孫憤民に決められ、11分に先制を許した。中国のポータルサイト、ソウフは、アジア予選には VAR がないため、主審は判定を変更することができなかった。この PK に関して、多くの国内メディアが主審の判定に疑問を抱き、審判会の恥だ。と激しく非難した、と報じた。また、別の記事では、 有名な馬徳公記者の発言を引用して紹介。やはり、レフェリーを批判している。韓国を警戒するには、カタールのジャシム主審を警戒しなければならないようだ。韓国サッカー協会の役員か。そんなはずはないが、カタールサッカー協会と韓国サッカー協会は親密すぎる。キッチンに誰もいないなら、いじめに耐えなければならないだけだ。 中国サイドの怒りは収まらないようだ。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。問題を報告。33、学びがある。83、わかりやすい。49、新しい視点。